イヤハート登場のエレクトラロッキード L-10。エレクトラとは、アメリカ合衆国の航空機メーカーであったロッキードが、ダグラスエアクラフトの DC-2 やボーイング社の、ボーイング247に対抗するために開発した、全金属単用のレシプロ装発民間旅客機である。ロッキード L-10 は、ロッキードで最初に開発された全金属単用の近代的旅客機であった。なお、 エレクトラとは、プレアデス星団にある星の名から取られている。これは、ロッキードの機体の愛称は、星の名が付けられていたためである。エレクトラの風洞実験は、ミシガン大学で行われたが、この時学生として立ち会い、後に、ロッキードに入社し、スカンクアークスを率いたケリー・ジョンソンがいた。また彼は、エレクトラの設計に大きな影響を与えた。 エレクトラは1934年2月23日に初飛行した。エレクトラの機体を操縦した著名人にアメリカの女性飛行士のアメリア・ヤハートがいる。彼女は1937年7月に世界一周飛行のためにエレクトラに登場していた際に南太平洋で消息を絶った。また、1936年には 日本海軍が総発練習機の参考実験機として一機を輸入し、ロッキードエレクトラ飛行機と称した。第二次世界大戦では民間で運用されていたエレクトラは、アメリカ陸軍航空隊に徴用され、正式名 C-36 として運用された。しかしながら、大戦中に輸送機の技術革新が進行したため、大戦末期にはエレクトラは、 時代遅れの旧式に落ちぶれていた。Y1C-36、C-36、UC-36 UC エレクトラは、軍民全部で149機製造されていたが次のようなバリエーションがある。ありがとうございます。